今期から米国女子ツアーに挑戦している吉田優里が自身のインスタグラムを更新。なかなか思い通りのゴルフができない状況に悩みながらも、しっかりと前に向かって歩みを進めていくことを投稿した。最初に、ショップライト LPGA クラシック、マイヤー LPGA クラシックと6月に参戦した2つの試合名を記した吉田。残念ながら、 どちらも予選を突破することはできなかった。これで、これまで米国ツアーには7試合に参戦し、予選通過は3試合という戦績だ。最近は少しずつやりたいスイングのイメージと動きが一致する回数が多くなってきた気がして、できるかも。少しできたかも。と思い、次のひねて起きるとできないどころかやっぱり違ったかなぁと思ったり、笑、と。 本人も悩みを解決する突破口をつかんだかと思いきや、やっぱり違ったのかと再び考え込んでしまったりを繰り返していることを明かした。それでも、今はとにかくショットが荒れまくって、絵文字、目が回り混乱してしまってますが、しっかり練習して、たくさん試行錯誤しながらベスト尽くしたいと思います。と、力強い言葉で投稿を締めくくった。投稿では、 大空に広がる雲越しの逆光で捉えられたシルエットや、夏の日差しの中を歩く姿、そしてスイングする姿など、10枚の写真が公開された。この投稿にコメントをすることはできないが、宮里愛、渋野日奈子、岩井明恵、ユンチェヨン、韓国、をはじめ多くのプロゴルファーやファンが1.6万回を超す、いいね。をクリックして、吉田の背中を後押ししていた。 吉田の次戦は、米国ツアー唯一の二人一組で戦う、ダウ選手権にエントリー。ペアを組む予定だった稲見もねの欠場によりチームメイトは皆張り替え、米国となる予定。これまでとは違う競技方法の中で新しい発見をすることを、ファンも大いに期待している。